が魔界なの。赤くて不気味な廃墟のようね。沙織はどこにいるのかしら。私邪魔にならないようについていくから気をつけて進んでね。友達が悪魔にさらわれちゃったんだ。私もさ、この辺りを探索しに来たとこなんだ。また一緒に行ってあげようか。いいか、油断するな。これは、主もさらわれた生徒を追ってきたのか。みんなを守っていたが、隙を突かれて連れ去られてしまったんだ。ユセル君、連れ去られたって一体。鳥の頭を持つ魔物や人狼といった混沌の悪魔たちに大勢の生徒が連れて行かれたんだ。そして中にはミアスも。そんな。聖女よ、案ずるな。それがしと譲る殿で生徒たちを探しに向かおう。しかし襲ってきた悪魔たちの狙いは何か。あのまま東京全土を襲撃するかと思えば、学生たちをさらっただけで魔界に帰るとは。その詮索は後だ。今はみんなの救助を急ごう。君たちも生徒を見かけたら救助してほしい。では行くぞ。沙織も大事だけど、他のみんなも見捨てられないね。少年、周囲に生体反応を感知、連れ去られた生徒の可能性がある。反応ある地点の調査を推奨。ああ、ベテルの整備で機能が修復された。これで君をサポートするのに万全となった。さあ、行こう。
おい。引き続きサポートする。そういえば、引き続きサポートする。
行こう、少年。ねえねえねえ、ちょっと聞きたい。あんたのお友達の人間だけど、どうして連れて行かれたの？知恵？人間を連れてくると知恵が得られる？ああ、なるほど。だからあんたも人間の女と一緒にいるんだね。だね。任務を遂行。
やっちゃう？